はい、おはようございます。竹下敦です。先日からね、エリクサー製の、弦を使ってるんですが、今日で4日目になるのかな。ちょっとね、若干4日目になって変化が起きました。最初の頃のきらびやかさはね、やはり失われますね。僕はあまりギターはね、歪ませることがないんですけど、クリーントーンで弾くことが多いんですけど、最初の張り立てのキラキラ感っていうのはね、やっぱり失われますね。で、今、リア側のマイク使ってるんですが、リアの側のマイクは、57クラシックなんですが、リア側を使ってる分にはそんなに気にならないんですけど、すいませんね、噛んで。フロント側を使った時にね、やっぱりちょっと音抜けが悪くなりますね。ちょっと張り立ての時よりはやはり音の抜けが悪くなりますね。それでも4日目でこれだけまだ弦がね、錆びてなくて劣化してないっていうのはやはりすごいですね。あとスライドした時のね、スライドした時のこれはね、本当にびっくりするぐらいツヤツヤ感、ツルツル感っていうのはね、失われないですね。で、友人からアドバイスで、拭く時にね、空拭きがいいよということ で僕は、普段ね、ギブソン社の、ごめんなさいね、こういう黒いね、弦を拭くクロスを使ってるんですけど、これにはもう油が染み込んじゃってるんで、これで拭くのはやめました。で、普通のね、ボディなんかを拭くね、クロスで、ギターを弾いた後拭いてるんですが、だいたい4日ぐらい経つとね、プレーン弦ね、1,2,3 弦のプレーン弦の方はね、かなりザラザラした感じがするんですけど、このエリクサーに関してはね、本当にツヤツヤのピカピカですね。本当にこれはちょっとびっくりしますね。一般的によく聞く話では約3ヶ月半年とかね、それぐらい持つっていうことなんですけど、僕はかなり弾いてる時間が長いんで、ほとんど一日中弾いてるんで、持って3週間と言われました。でも3週間持ったらね、本当にありがたいことですよ。でね、特筆するべき点はね、本当にチューニングの狂いが少ないですね。朝起きてきて、だいたい僕のこのね、スタジオはだいたい気温25度ぐらいに設定してて、湿度はだいたい 50% ぐらいに保つように気を使ってるんですが、ダダリアのものだとやはり朝起きてきてギターを弾いた時にやはり若干チューニングが、当然ね、狂ってるんですね。なんですが、パッと手に取って、
パッと弾いた時にまずチューニングが狂ってないですね。これはびっくりしますね。あの特にこのどうしてもあの、ギブソンのあのこのレスポールはね、ミディアムスケール、ちょっとあのストラトキャスターよりもここの弦からね弦までの長さが短いんです。なのであのどうしてもね C の解放とかが合いにくいんですね、チューニングが。なんですが、なぜかダダリオ、ごめんなさい、エリクサーのものはね本当に C の解放が綺麗になるんですよね。で、ここにね、あのブリッジのところにコマがついてまして、マイナスドライバーね、こういうマイナスドライバーでコマの位置を前後することでオクターブチューニングというね、開放で弾いた時とあと12フレットを押さえた時、これが合ってないと開放のオープンコードね G とかを弾いた時にねすごく変な不協和音みたいな感じになるんですよ。なんですがで僕は結構そこは神経質なんで、かなり正確に合わせるんですが、一般的な弦の場合やはり劣化してきてね、当然金属なんで伸びてくるとオクターブチューニングってずれるんですけど、このエレクサーに関しては本当にオクターブチューニングが安定してますね。なので多少音色は変わっていくんですが、本当に安定して安心して音が出せますね。これはもうね本当にすごいことだと思います。すごくね人気があるっていうのも理解できますね。まあ、これから3週間をめどにね、少しずつどういうふうに変化していくのかね、動画でね、レポートしていきたいと思います。何かの参考になれば幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you soon です。